はい、2022年5月の7日土曜日でございます。世に言うゴールデンウィークはですね、一応明日まででございます。本日は阪神対中日の第、2回戦ですね。で、昨日はですね、投手戦でものすごいことが起こりまして、なんと中日の大野投手、完全試合を達成しているのに点を取ってもらえないために10回まで投げて、そしたら、阪神の佐藤にヒットを打たれてですね、完全試合がなくなってしまうというね、ものすごい野球でございました。それを受けて本日きっとね、打撃戦になるんではないかとみんな思っていたんですけども、とんでもない、また投手戦というか、もう今日はですね、ヒン打線ですね。まあ打ちませんわ、両方とも。特に打たない阪神タイガースでございます。でね、ここまで負けてくるとね、私はね、負けたらね、やはりね、怒りたいんですよ。怒りたいというかね、そういう気持ちがね、湧いてくると。でそれがつまりね、諦めないという心なんですね。怒りのないところに、継続はございません。怒りがないというのは、もうそれほど大したことないわと思ってしまうことは諦めるということでございますんでね、それはね、私ね、ちょっとね、許せないんで。ところが飽きませんね怒りが湧いてきません。ここまで開いと、あ、また今日もかとみたいなね、程度になってまいります。で、そのひどい選手をね、その代打を出さないとかね、下ろさないとかね、それはもう監督の采配でございますんで、文句は言いませんがね、今日は梅野選手、なんとね、ランナーもいてないのにね、ゲッツもう打つの全部ゲッツですよ、ゲッツコースへ。ちょっとそうね、あの人キャッチャーなんですからね、進歩せよとかね、試せよとかね、思ってしまいましたね。別にね、君がバントしてもいいんだと、打てないんだから。まあひどいですね。今阪神でまともに頼りになるバッターはもう佐藤だけでございます。あとは打ちません。打たなければ野球というのは点取りゲームでございますから、絶対に勝てません。それはもうね、間違いのないことでございますんでね、明日の、3日目の中日戦という形でございます。来週は一発目から、確かね、広島戦、間違ってたかごめんなさいに突入していきますけどね、どうなるんでしょうね。6連勝の時はちょっとはやはりね、嬉しかった。今はね、それのもう悔しいやでもないんですね。ほんまにもう慣れてきてしまった、いけないことですね。でもね、人間というのは慣れてくるんですよ。もうそして諦めそうになっている自分が悲しく思っている今日この頃でございます。ではまた。